どうもこのどうします、今日はですねこちらエアマックスデーにちなんだあるね特別なキットを送っていただいたのでちょっとこれのね開封していこうかなと思います。裏がこんな感じ。はい、エアマックスの誕生日にちなんでですねこちらまあ3月26日って書いてますけども、こちらですねスニーカーラボさんからご提供いただきました。ありがとうございます。 YouTuber でもらったの俺だけらしいんで嬉しい。ということで中身を開封していきましょう。中身こんな感じになっております。ババーン。はい、これがまずあの服やつね。はいはいはい。ほんでステッカー、はいはいはい、4種類かな。あら、はいはいはい。そして説明書、そして、ワイプが2種類。こちら去年のと同じやつですね。でこれが新しく出てきているという感じになります。はい、そしてこちらでございます。4種類ね。はい、通常のね4種類のタイプがね、まあ新しく、スペシャル仕様として展開されているものになっているということでね、こちらが、パッケージかという感じの特別なものになっておりましたということでね。スイカロボさん、すいません、いつもありがとうございます。なんかね最初ねあのこれいただいた経緯として本国の方からちょっと英文でめちゃめちゃ連絡が来て、でヤフー翻訳とかで、そうそうそう、どこ翻訳、ちょっと出てこねえわ。南アフリカ。南アフリカ。でちょっとそれで、メッセージいただいて、ちょっとあなたに特別なキットをお送りしたいですっていうことで。マジで。で日本の担当の方に確認したら、あのそれ本国がちょっと勝手にやってるだけです。あ、パッキーさん経由じゃないの。そう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 。すげえ。なんでこっちから送るんで。それはあのもう無視しちゃって大丈夫ですっていうことで、で一応あの日本のチームの担当の方にあの直接ご連絡しますってお返しして、いただきました。すげえ、はい、ありがとうございます。向こうからのねご指名をいただいたということで、伝わってんのかな、杉岡男子が伝わってんの。いや南アフリカにはねあるでしょ。一応ね去年もねこちらいただいておりまして、そちらのね第2弾ということでね、また来年もいただけるように、ね、頑張っていきたいと思います。ということでエアマックスへのプレゼントのキットの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。これ地味に嬉しいよ。ウエスドウエス。しまおうか。はい、終わり。